どうも、ミルキッシュです。よろしくお願いします。何日か前、2週間ぐらい前にですね、大阪西成のですね、僕の地元の公園にですね、子供の頃、ハイハイおじさんがいるっていう話をしたんですけれども、よくね、数分に一回ね、はい、はい、はいっていう叫ぶおっちゃんがいたんですよ。ある散歩とか しながらも急にね、はい、はい、はいっていうね、まあ、発作なんでしょうね、何かの。ねえ、わかんない。それか何か嬉しいことがあるたびに、はい、はい、はいって言ってたのかわかんないですけども、数分に一回に大声で、はい、はい、はいっていうおっちゃんがいたんですけれどもね、一遍そのおっちゃんの癖がですね、とんでもないタイミングでありましてですね、夜中ね、よくね、花火をね、友達とやってたんですよ、小学校の時に。花火ね、大きい公園で。まあ、小学生の頃なんでね、小学生の頃というか、小学生やったらダメなのかもしれないけど、なんかロケット花火とかね、ピューンみたいな飛ばすやつとかね、ドラゴンとかね、知ってますかね、なんか花火ブワーなるやつとかね、やって遊んでたんですけれどもね、近所のね、悪ガキっていうかね、その時僕らより年上のね、中学生のね、悪い奴らがですね、ロケット花火をですね、人の家とかね、マンションとか向けて、ピューピューピューみたいなのやって、ハハハみたいなね、悪い奴がいたんですよ。僕らが花火やってる横でね、そいつらがその、家にね、近所の家のね、誰かの家にね、ロケット花火思いっきりピューピューピューって言ってね、パーパーパーってね、家の前に止めてる自転車にね、思いっきりロケット花火打ちまくってね、自転車がね、もう、ところどころ黒焦げになってたんですよ。で、な、店ちゃんは、その家のおっちゃんがね、こらーってね、出てきて、逃げろーって逃げたんですよ。のっちゃんが、その自転車バーン乗ってね、公園バーン入ってきてね、誰やーみたいな。わしの自転車こんなんやったやつ、誰やー出てこいって言った瞬間でたまたま歩いてたハイハイおじさんが、はいーはいはいーって言いながら歩いてきて、お前かーって、お前かーって言われた瞬間、ハイハイおじさんびっくりして、はいーはいはいーってまた言って、お前やなーみたいな。弁償せーみたいな感じでね、はいはいはい言って、おっしゃ、弁償せーみたいな感じでね、すごいね、揉めてました。はい。助けに行くことはできなかったですけれどもね、タイミングの悪い、はいはいおじさんだなぁと思いました。どうも、ありがとうございました。